はいどうも皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、元気よくビットコインイサレオンリップルと言いたいところなんですが、えー、すいません、ちょっとですね、昨日急遽休みしたんですけれども、体調は別に悪く,悪くないんですよ。喉の調子が悪くて、あの、そんな長いこと喋れないんで、今日はですね、ビットコイン一目柄のみ、ちょっと集中的にですね、チ、え、ャート分析をして、えー、終わろうかなというふうに思いますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが、えー、本日がですね、6月の2日、金曜日。 アナキンでございます、えー、時間がですね午前11時40分というところで、ね、今日の動画を撮影しております元気なんで体は喉だけ調子悪いだけなんで、えー、今日もですね皆さんに、えー、元気と勇気をお届けしてまいりますよパワーということでね僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々日々配信しておりますので今日の動画を見て参考になったなためになったな面白かったななんて思っていただいた画面の前のあなたぜひですねチャンネル登録ボタン高評価ボタンあとはベルマーク通知をオンにしてチャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたしますよということで もう早速始めていくんですけれどもちょっと昨日ですねあのまあそのおとついぐらいからかなちょっと鼻が詰まりだしてねあやばいなと思ったんですけどそしたらですねやっぱ鼻詰まると口で呼吸するやん口というかね喉が渇くわけですよそれで乾燥してしまってでさらに喋りすぎてたのもあってで一気に疲労が来たみたいな感じで喉にちょっとねあの違和感が出たんで昨日はお休みしたんですけどあの皆さん気をつけてください あの40近くなりますとですね、あのよう聞いてたね、筋トレした後とかさ、なんかつ激しい運動した後に、2日後に筋肉痛が来たら、ねもう年やみたいな言われてました、そんな、分かってる、ね分かってる、ね。けどですね、体調悪くなるのも2日後から3日後になりますので、<laughs> 皆さん、油断しないように、私、だからこの前のあのけ、ね、ああねの後輩の結婚式聞いてきたよっていう。 えー、ところからですね、その日にですね、帰りにこう雨,は、ね、雨にこう濡れながら歩いて帰ってきたりとかしてアホなことしました年やのにね、えー、年こいてほんならですね、えー、この3日後4日後にこんなことになっておりますので <laughs> 皆さんも十分気をつけて年、はい、取ると筋肉痛もそうやけどあの体調とかの影響も23日後に来るっていうのがあのなるみたいなんで <laughs> お気をつけください。あとでで、すね、ちょっと、ね、喉が調子悪いの,であの あれちょっとトローチを舐めながら動画の方を撮影させてもらいますがえ申し訳ないです。ちょっとね、あの、喉の,のケアしながら喋らないといけないので。はい、あとですね、ちょっとちゅ、えー、注意点じゃないやあの、スケジュールの確認なんですけど、ちょっと来週の月曜日、で明日はもしあの撮れたら動画撮ります。いつも通りの動画撮んねんけど、来週の月曜日は、あの、<laughs> 人間ドックがあるんですよ。こんな体調で行っていいのかわからんけど、はい。まあ、月曜日までには直しますけど。 治しますけどって治るんかどうかわからんけどはいあの月曜日人間ドックがあるんであの一日中多分あの病院にいますはいなので、えー、月曜日も動画撮れないので土曜日明日の動画が上がったら次の動画は火曜日なんだっていう風に思っといてくださいはいよろしくお願いいたしますそこだけはいということで、まあ、早速始めていくんですけれども、えー、2点だけ告知しておきます1点目はね、えー、もうスタートしてますが、えー、ビットゲットのまあ今一番注目されてる、えー、取引大会ですねはい、えー、メッシの 直率サイン入りボールとユニフォームが当たっちゃうみたいなね、副賞として当たっちゃう。それプラス賞金ももらえるからね、はい安心してください。はい。目指し賞金総額860万円というところですね。はい。相当のボーナスになっております。はい。こちらのですね、大会始まっております。で、あの FXGT は途中、途中参加できなかったやん。ただ、やっぱこういう,う,いう取引所がやってるね、あの仮想通貨取引所やってるトレード大会は結構スタンダードで途中参加できるんで、あの、まだ参加できます。 はい。なので、先物講座の方にですね、200USDT 入金、資金移動してもらって、で、参加したよという方は、ログインして、ここのね、200、先物講座に 200USDT まで入金をした状態、資金移動した状態で、ここのね、ログインしている場合は、ここが参加ボタンになってますから、参加ボタンを押して、ぜひぜひ参加してみてください。まだまだ間に合うと思います。はい。で、一応ね、まだビットゲート使ったことないよという方は、動画の概要欄の固定コメントの方にね、ビットゲットの講座解説用の URL リンクと、え、 このね、えー、ゴート大会ですか、はい、の、えー、大会参加用のページの URL、どちらもつけておりますので、そちらから参加してもらえるといいかなというところでございます。はいでめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、えー、バイビットでですねちょっとデカめの、えー、入金キャンペーン、えー、やってます。これに関しては既存の方も OK らしい。 はい既存も新規も OK。で、えっ、ー、と、キャンペーンのね、名前聞いたんです。何やだったらですね、あの、バイバイワイハウスって言ってました。うん、あの、直接的すぎるやろって突っ込んできましたけども、はい、あのらしいです。あの、取引所乗り換えキャンペーンみたいな感じでやってるらしいので。 まあちょうどね、あのー、ハイハンフがね、日本人、日本居住者の方は全員あの、もう使えませんよっていう形になりましたから、グローバルがね、今度から日本に参入してくるから、えそれの兼ね合いでグローバルが、えー、参入禁止と、えー、もう使えませんよという形になりましたので、えー、それでですね、えー、こういった、えー、大きいキャンペーンが久しぶりに行われたよというところでございます。一応ね、1000ドル入れて、えー、2000ドルの。 取引高があると100ドルのボーナスがもらえて最大が3万ドルのボーナスがもらえるというキャンペーンになっております、はい、詳細はねあのぜひ皆さんであの確認してから、えー、参加していただけたらなと思うんですがこれに関しては新規も既存も参加できますのでぜひぜひねフルフルでご参加して、えー、いただければいいんじゃないかなと思いますはい一応ですねえー、と Twitter の方のですね固定ツイッター 固定ツイートはこちらのね、バイビットのキャンペーンのツイートにしておりますので、そちらから確認してもらうのもいいし、一応動画の概要欄ですね、の一番上を、バイビットの講座解説用の URL リンクが一番上。で、その2段下ですね、にキャンペーンの参加ページの URL、どちらも付けておりますので、講座解説をして、キャンペーンページを見て、参加できる方はぜひぜひ参加してみてください。はい。ということで、早速、行きたいなと。 おです今日はですね、大阪がとんでもない雨なので、あの正直コーヒーも買いに出れてないです。はい。ちょっと不満たれブーでございますが、はい、早速ですね、チャート分析していきたいなと思います。実は昨日ね、チャート分析取ったんですよ。もうただね、本当に昨日はマジで喋れへんくて、なんかグダグダだったんで、あのもう出さずにその動画は、もうお蔵入りにしました。はい。で、今日というところですが、まあ月足が確定しまして、で、ここから先、えー、今月どうなっていくんだ、みたいなところだと思うんですが。 なのでまずは月足から見ていきます今日はねはい、えーびえー、ビットコインの月足、はい、で一応ね見え方としては25位目上抜いた後に再度下抜いてるんですよね実体験でねんだから今月の突月足が陽線とかでねしかも包んできたりとかするんやったら結構でかいんですが、まあ、今現状の月あの月足だけ見ると先々月 の陽線に対して今月のよ、えー、先月の陽線ですねあ陰線がですね、えー、包んでいるような形になってますので、まあ、一旦下に降りそうだなというイメージはには見えるとただですねこの形、えー、この辺りにもあるんですけど、ねえー、とー大きな陽線が出て、ねえー、陰線が出て陽線2本出てで小回しみたいな形になって一回包むような陰線出てるんですけどここでもね、はい、ただそこから一気に大陽線が出てさらに陽線で包んでね でぼ、えー、とバブルに入っていくみたいな形になったんでまあこれが確定的かなって言われると、まあ、大陰性というわけでもないしそこまで確定、えー、ともう方向感を確定させるような足ではないのかなっていうところを一、まあ、つ。 えー、頭に入れてておいてで今ちょっと今下に振ってますよねこの時もそうなんですけど包んでイン線つけてまあ、ちょっとだけなんですけど下ひをつけてね要は一回下に振って上に上がってきているっていう形なんでまあ、月初なのでねこれが下振りになる可能性もちょっと神はしておかないといけないなというところでございますはいでちょっと一個落としていくと次は週足週足なんですけどまあ、こっちの方がねちょっとね今日えっ、ー、とー 根拠的に強そうだなっていう根拠があるんでその辺りちょっと,、えー、とー共有しておきたいんですけれども手話詞がですねここ点々の移動平均線これ僕 MA にしてます <laughs> 失礼しました点々が MA で、えー、実践ですね実践が EMA なんでこれちょっとお間違えないようにはいなんでこれは 200MA ですね 200MA がめちゃくちゃ裏表で綺麗に効いてるんですよね ここで抵抗されて、急に線で出てくるよね。ごめんね。はい。で、ここで 200EM で、ね、200MA ねごめんね。ここ 200MA。ここで抵抗されて、で、1回、えー、押しを作って 25EMA にサポートされる形から上抜けた後、今、ここですね。ここ。ここの動きがちょっとこれやと見,、ね、見えないから、もう1回ちょっと線消すけど、よいしょ。ここ見てください。下髭がね、めちゃくちゃぴったりでサポートされてるんですよね。 なんで、えー、しかも週足で見るとね、安値の切り上げも確定していて、ここも確定するのであればね、高値も切り上げてますよね。っていうことは今、週足レベルで上昇トレンドにトレンド転換したと。ここで一回トレンドレスになってるんでね。ね、ここでね。要は高値切り下げてない。えー、切り揃えていう形ですよね。で、逆三尊的な動きを作って、今の動きができているというところも考えると、えー、下降トレンドから、ここで一旦トレンドレス。 ボックスもしくはレンジに入って、でトレンド転換したとも見れるというところですよね。って考えると、今現状、やっぱり週足レベルで見ても、まあ、上が強いんじゃなかろうかというところでございます。はい。で、基本的な目線はもうずっと変えてないです。これに関して言うとね。うん。一応、この逆三層ありますよね、逆三層。逆三層のネックラインまで押したら、やっぱ買いたいという気持ちは変わらずです。 これに関しては。なんでも252ですね。基本的には。252から253ぐらい。えー、このあたりまで押してきてくれたら絶対に買うよっていうところはもうずっと言ってきたんで、もうそのまま、えー、変わらずでございます。はい。で、このトレンドラインですね。この安値の切り上げライン。トレンドラインとか終わってくるようであれば、一旦ちょっと、えー、目線的には一旦フラットと。えー、一旦、あのー、買った分も、えー、損切りしてですね、えー。一旦目線をフラットにして、もしかするとこんなところでね、3層作られるとかなり厳しい形になりますから。 まあよくあるんで、しかもこの逆三存のこの右肩を使ったところで今度は三存作ってくるなんてパターンはよくあるんで、そうなってくると今度はここで売りたくなってきちゃいますよね。なんで、まあこのあたりはですね、あの、流動的に変わっていくかなというところでございます。なので、とりあえずは25、二5 3。まあ25ですね。2万五千割るまでは、基本的には買い目線というところは変わらず、中小期はね、で見ておりますので、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。では続きましてが、冷やし。 うーんそうね。うんふんふんまあ、ここまででしたよね。うん、紫の、えー、ゾーン、えー、下段ですね。下段の、まあ、要は直近のレンジと考えてた部分、上限が2745、えー、下限が、えー、2658か。2655ぐらいかな。はいこの辺りの、えー、ここのレンジですね。このレンジの、えー、上抜けから一旦下に入ってきて、ここ割ってきたらね、下限まで落ちてくるかもしれないよって話をしてましたが、まあ、きっちり。 えー、そのレンジ加減まで落としてきたのが今現状というところですね。なので、このあたりでサポートが入って、えー <coughs>、上昇してくるっていうのは <coughs>、失礼しました。全然あるかなと思います。本当にね、ちょっとね、あの、タンモン絡むし、えー、結構大変なんですよ、今。はい、なんですけど。 まだやっぱり一旦もう一段下げてもおかしくないかなっていう形は、えー、短期では作ってるので、まあ、そこに関してはちょっと今、あのーまあ、最近ずっとやけど、まあ、うまく両立て、えー、こなしながら、えー、取れるとこを取っていくみたいな伸びた方向をしっかりと取っていくみたいな形でいいんじゃないかなと思いますでこのてっぺんに関してはめちゃくちゃあの分かりやすい形で下げてきてくれたのでこれはもう僕の動画をずっと見てくれてる方やとあの特に問題ないかなというふうに思います まあ、忘れ、もう昨日の時点で書いてんけど、あのみんなに言うの忘れん,やんようにっていう形で、ここにリセットラって書いてるけど、大きくね。よいしょ。で、高値切り下げて。で、安値がこの紫のゾーンの上限でしたね。はい。これちょっと4時間飛びにくいな。1時間にしようか。1時間の方がちょっとね、ちゃんと、えー、形が分かりやすいんで、1時間にしました。1時間足ね。これ見てもらったら分かるように。よいしょ。ここね、2点サポートして、そ、え、こ、ー、を作って。 で、高値は切り下げ。もう完全なるディセンディングトライアングルですね。ディセトラ。はい。で、このまま山をどんどん小さくしていって、要は高値をどんどん切り下げていって、で、ツイズを下抜けと。そしたら一気に下に走りましたよっていう形ですね。もう分かりやすかったですね。はい。なんでこのあたりはディセトラ、しっかりと自分で想像ができた方。まあこれに関しては僕の動画見てる人だったらすぐに分かると思う。あ、ディセトラ作ってきたなみたいな。はい。圧倒的に簡単でしたね。はい。なんでこのままの動きを取れていけたと。 はい、でなおかつもし抜けた後でも、えー、戻ってきたところを打っていくパターンも、えー、しっかりと、えー、裏タッチングロペスの戻り売りが決まるポイントで効、えー、いてくれていますので、まあ、この辺りも取りやすかったというところですねはい、まあ、これがまあ復習これをまあ昨日言いたかったんですけどもうちょっと喋れなかったんであの言えませんでしたはいでこっからですよねこっからの流れちょっと見ていきたいんですけれども1、まあ、時間して見てもらったら分かるように、まあ、安値はまだ切り下げてるので、まあ、若干弱いんですがうん 実体で見ると切り上げてる。んで、すよね実でで見るると切り上げてなおかつダブルボトムの形を作ってはきてるんで、まあ、ちょっと怖い部分ではあります。はいただ、基本的にね、やっぱね、あのー、1時間足の 75EMA とかもそうやねんけど、効いてる部分があったりとか、ねえー、25EMA が、まあ、ここ1回ちょっと抜けられてはいるものの、今回こ、この1時間足、この1時間足ちょっと注目かな。ここで 25EMA の下で実体を固めるようであれば、さらに、 もう一回ね安値を試しに来るっていう動きに僕はなるんじゃないかなと思ってるんで短期はショートの方が優位性があるのかなっていうふうに僕は考えてますはいここをもし僕が、えー、と目線を切り替える、えー、タイミングがあるのであればこのダブルボトムが決まってからですねはいなんで、えー、7 1時間足の 75EMA ここの上抜けっていうところが、えー、から一旦ショートは損切りという形ですねで上にブレイクしてくると思うんでここのブレイクを、えー、ロングで狙っていくかもしくは、えー、ここで 再度ね多分27,400とかで抵抗されると思うんでその後の裏タッチングロペスのパンパス外を狙っていくでここ終わるんであれば一旦そのロングも損切りして次は目線を切り替えてこの3ンズを狙っていくっていう形に切り替えていくという感じでいいんじゃないかなというふうに思ってます。ははいななのののでこの辺りはちょっといろんなパターンンがランド…あのー 乱立してくると思うんですけど僕はそのパターンパターンに合わせてまあその時その時のえポジションを取りつつ両立てになるタイミングがあったりとかしつつえ伸びた方向をしっかりと伸ばしていって利益を積んでいくっていう形を僕はやってるのでまぁ、あ、この辺りを参考にしてもらえるといいのかなというところでございますはいまあそんなところですかね、はい、今のところはねちょっと4時間足はもうちょっとまたんと形が見えてこないって感じかな感じなんで もし4時間足レベルで上やなって考えるんであればやっぱりね生命点 25EM の上抜けっていうところが大事になってくる、まあ、その場合はさっき言ってたここのダブルボトムですよねが決まってくる形になってると思うんで まあその場合は分かりやすいかなと思います。はい、ダブルボトルが決まって25英名が、えー、上抜けれたら、まあ、中期的な、まあ、デイトレレベルですね。デイトレで考えて、えー、ロングを持っていけるような形にはなるんじゃないかなというところ。ただ今のところは僕の中ではまだ、えー、ショートの方が優位性があると、えー、考えておりますので、まあ、この辺りを参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというところでございます。はい。<laughs> ということで、すいません、ちょっとね、あの、咳も、咳じゃないね、あの、ちょっと痰が絡むんで、あのゲホゲホとさせていただきましたが、はい、あの、体は元気です。熱もないし、あのだるさもないし、関節痛もございません。はい、もうほんまに鼻づまりと喉風邪的な感じの感覚なので、あの、特に問題ないんですけれども、え、皆さんもですね、40近づいてきたときは、3日後、4日後に、体調悪なるぞっていうのだけ、しっかりとね、あの、胸に刻んでいただいて、油断せず、 <laughs> 頑張っていただけたらなと思います。あと大阪はね、かなり今大雨で警報ば結構出てるんで、あの外出される方はですね、あの特に気をつけてえ外出していただけるといいかなという,というふうに思います。はい。あと冒頭元に言いましたがえ、ただいまですね、ビットゲットで、えー、ゴートカップ。 はい、取引大会ですね。メッシのサイン入り、直筆ですよ。直筆サイン入りのユニフォームボールが当たるトレード大会がもう開催中でございます。ただ、途中参加可能となっておりますので、参加したいという方は、動画のコメント欄の固定コメントですね、から講座解説をして、参加ページに飛んで参加してみてください。あとは、バイビットでね、取引所乗り換えキャンペーン。 はい、が、えー、今、えー、走っています、はい、最大3万ドル、まあちょっとね3万ドルもらおうと思ったら25万ドル入れなあかんしね取引高これなんぼですのってなるからあのちょっと非現実的かなと思うんですけど。 まあ入れれば入れるほど大きな、えー、ボーナスがもらえると、えー最。最大の3万ドル。3万ドルって言ったら300万ですからね、約ね。300万ドルぐらじゃないね。はい。なんで、あのー、そのあたりは、えー、ぜひですね、興味ある方は参加してみてください。えー、バイビットの講座解説用の URL リンク、そして、えー、キャンペーンの参加ページも、えー、動画の概要欄の一番上、ね、に貼り付けておりますので、そちらをご覧ください。はい。あとはですね、えっ、ー、と、おとついか、ちょっと体調悪くなる前日にね、ようやく、えー、頑張って取れたんですが、 あの私がですね、スロットの実践する動画を、えー、上げております。サブチャンネルの方に。あのね、予想に反してかなり回ってます。正直、あのメインチャンネル、このチャンネルよりも再生回数もいってます。はい。あの結構あの反響あるみたいなんで、あのぜひあの興味がある方は見てみてください。まだシャープゼロですけどね。はい。これから先もっとね、頑張っていこうかなというふうに思ってますので、応援してもらえる方はぜひですね、えー、サブチャンネルの方も、えー、チェックしてもらえると嬉しいです。一応ね、この、 概要欄に一応ねサブチャンネル、u やりって書いてあるんであの、そちらから飛んでもらえると、はい、サブチャンネルえ見れますので、ぜひですね、そちらもチェックしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということでですね、えー、本日は以上で終わりたいと思います。また、明日動画撮れたら、明日の動画、もしくは、えー、来週火曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー